せーの、ドン。あなんでムイくんいないの？衝突マシーン。皆さんこんにちは。今日は鬼滅の刃ウェアーズ2、イエーイ。ワンボックスゲットしました。前回のウェハースはちょっと買うことができませんでした。今回は見事ワンボックスゲットです。パッケージは2種、全34種プラス1種、場面カード25種、ビジュアルカード9種、シークレットカード1種。ぜひシークレットカードが欲しいですね。ワンボックスに20個入ってます。それでは早速カードを開けていくぞ。1パック目、ちょっとどういう風に入ってるのか分かんないのでね、待って。こんな感じで入ってるのね。これの裏にカードが入ってます。せーの、これはあれですよね、親方様のあのセリフ。今回は5人も生き残ったのか。優秀だね。4人しかいないのに。この子たちと伊之助ですね。はい、1個目は炭治郎。カードは両面あります。あ、ウェアハウスはジップロック。ウェアハウスは後でゆっくり食べたいと思います。さあ、待って、これ見えちゃうな。どうしよう。はい、こちら。え、後ろがすごい。炭治郎が鱗滝さんの最後の修行を終わった後ですね、岩を切った後です。せーの、ドン。これはあれ、これ歯折れてる、あ、折れてる。はい、ルイの首を切ろうとする炭治郎ですね。裏が面白いの。今のところは被ってません。善逸がおにぎりを炭治郎からもらって食べるシーンです。俺が結婚できるまでお前は俺を守れよ。5個目、かぶっちゃった。いや、引き歴一世の善逸欲しいな。まあ、日の神かけら炭治郎でもいいんだけどさ。あれ、柱の人たちって今回胡蝶さんと富岡さん、あ、やっと無一郎もいる。あれ、中央会議の柱たちは全員揃ってる。せーの、6個目、鬼になった禰豆子です。これは鬼になって炭治郎に食らいつきに行くシーンですかね。で、後ろが禰豆子は人を食ったりしない。炭治郎が、義勇に禰豆子が捕まれた時に言うセリフですね。7パック目。はい。炭治郎と禰豆子。これはビジュアルカードですね。で、後ろが、せーの、と。これ最初の富岡さんか？富岡義勇。で、後ろが、もう死んでいるかもしれませんね。多分これ胡蝶さんのセリフだよね。じゃあ胡蝶さんが喋ってるってことは、ナタグモ山の富岡義勇さんだ。お、いいね。あんまダブってない。1個だけだよ、ダブりは。ワンボックス買ってもダブルはダブります。せーの、ドン。これはビジュアルカードです。後ろが、多分これ最後じゃないかな。めっちゃでっかいから10個目折り返し地点ですか。せーの、と。中央会議。え、で、後ろが、ちょっとした柱たち。なんでムイくんいないの？ムイチロ。さあ、折り返し地点です。せーの、と。おー、これは、富岡さんです。で、後ろは、俺が来るまでよくこらえた。あとは任せろ。ルイと戦って、もう炭治郎が力尽きそうになった時に、富岡さんが助けに来るシーンですね。さあ、11、12か。12パック目。せーの、と。サビトと炭治郎。
で、裏が今日こそ勝つ。いいよ、あ、まだ見てないぞ。せーの、と伊之助、橋平伊之助。後ろのセリフが中突猛進、中突猛進。14パック目、炭治郎、鬼殺隊に入る前の炭治郎ですね。最初の頃ですね。で、後ろのセリフがもちろん兄ちゃんが絶対に助けてやるからな。さあ、せーの、と富岡義勇。これなんて書いてあるんだろうね。漢字で読めないけど、多分炭治郎をゴッドシーンで、なんとかの剣を他人に握らせるな。16パック目、シークレットは出てません、まだ。せーの、ぷぅ、鬼舞辻無惨です。後ろが加減たちに命令した言葉ですね。神戸を垂れてつくばへ平伏せよ。17パック目、シークレットは多分出ませんね、この調子だと。せーの、ぷぅ、集合会2枚目。よし、行くぞ。残り3パックです。せーの、と富岡義勇。裏はこれ無惨と同じ。ラスト2、無惨感じる。はい、これかわいそうに私が作ってあげる。これが多分ルイに言ったセリフですね。ラスト、頑張れ頑張れ炭治郎、負けるな炭治郎。俺はいつもやってきたやつだ。今日も明日もそれからこれからも。機能回復訓練の炭治郎と伊之助です。幸せ、うわー。今回出たのはこちらです。20パック開けて2種ダブってしまいました。全部で18種ゲット、結構ゲットできましたね。裏面がこちら。残念ながらシークレットは出ませんでした。全部で35種類あるので、なかなか揃えるのが難しそうですね。あ、俺が欲しかったのは中古会議とこれだったから、これは2枚出たし、これもね欲しかったから良かったです。また機会があれば購入したいと思います。最後は俺と派手にじゃんけんだ。最初はグーじゃんけんパン。みんな派手に勝ったかな。また次の動画も見てね。さよなら。